トラバンチャンネル。甲子園でめちゃめちゃ打たれてるからな、あの2人。B クラスにおるような選手もそうじゃないと思うからね。優勝するでしょ。優勝するでしょ。順位予想での思い出だったりあったりしますか。一回全部当てたよ。まさに。1位から6位まで。ABC の番組ですね。うん。何もなかったけどな。下位3チームをまず予想していただきたいと思います。どうですか、去年と比較して今年のは難しかったりしますか。毎年難しいに決まってるよ。毎年難しいに決まっとるやないかい。青い人たち。なるほど。ヤクルトなんだかんだと毎年怪我人出るやろ。なんかフルメンバー揃って1年間っていうか長い時間試合したことないような気がするよな。で練習環境もかわいそうやしな。大学野球やってる間グラウンドも使えないし、その室内だけで練習とか、うん、で DeNA は外国人が一人も来ておりません、はい、10人勢ぞろいで1ヶ月ぐらい遅れます。無理です。こちらに監督が三浦大輔監督に変わったんですが、そこの前の投手陣の立て直しとかは頑張ってするやろうけど、やっぱり売りは攻撃やから、攻撃のあの外と誰だっけ、あの右のもう一人オースティン、オースティンいないのは大きいよね。甲子園でめちゃめちゃ打たれてるからな、あの二人。攻撃はな、中日のビシエド、平田、大島、その辺のあたりは全部いいし、今年はクライマックスあるよね。今年はあります。ただまたあの、もう優勝がないからとかっていうのがなくて、クライマックスだけ取りに行くローテとか組むと、1位のチームはボンって走っちゃう可能性はあるし。続きまして、上位3チームお見せいただいてもよろしいでしょうか。上位3チームね。はい、お願いします。おめでたい。3位は広島かなって思うんだけど、あの外国人ほんま打ちそうやし、クロンですね、ベルトレッドのいい時を見てるような感じがするし、何年も B クラスにおるような選手の層じゃないと思うからね。で抑えっていうのも大変やけど、まあやれる子はやれるしね、そこが落ち着けば上位に来るかなっていう。もうこれは間違いなく試合巧者で、やっぱ一番ミスが少ないチームからね、エラーも一番少ないし失点少ないし、で絶対的エースがおるし、やっぱ先発陣は豊富にいる感じやし、大型補強って言ってたけど、去年もなんだかんだ言いながら最後の方はもうほぼ生え抜き選手で戦ってたからね、意外と選手は育ってる。最後はここ、藤浪が10勝以上したら優勝するでしょう、まあ、去年まで勝ちの数に入ってないんでね、ほとんど。だからこれで開幕投手も任せられて10勝以上すれば優勝、攻撃力もマルテ、サンズも日本に慣れてきたしあるし、あとね佐藤君がどれぐらい打つか、去年の大山君の成績をあるし、攻撃力は何年か前よりも上がってきてて、外国人投手も来るし、アルカンダラ、なんだらかんだらアルカンダラ、うん、そういう選手がどう使うか、ガンケルのこの争いにもなるやろうし、面白くなるんじゃないのかなと思う。先発陣もそこそこ期待できると思うよ。今日の青柳も良かったし、人変われば変わるもんやね。あんだけ梅のゴールキーパーみたいにこれで飛んで取ってたのに、もう普通に取れるもんね。しかも構えた近辺に行くようになったし、ガンケルは去年の開幕では失敗してダメだったけど、そこそこコントロールも一緒に投げれるはずだし、そんなローテ崩すようなこともないとは思うけどな。ルーキーの投手はどうですか。もう変速モーションでフォアボールで崩れることはまずないピッチャーやから、それな、5回6回持ってくれればリリーフ突っ込んでいけるし十分じゃないでしょうか。組み方次第では3連敗することは多分
少なくなると思うんで、やっぱ3連敗以上っていうのはやっぱチームの流れをずーんと悪くするから、そういうことはないようなローテーションが組めると思うんで、その藤波がしっかり引っ張っていけば優勝できるんじゃないですか。島根さんも開幕投手経験されてるじゃないですか、うん、開幕投手っていうのは心持ちというか別物ですか。当たり前やんか、バカかめちゃめちゃ緊張するに決まってるやない。普通の状況、ここ心境じゃ投げれないけど、まあ藤波は甲子園の大舞台にも慣れてるし、そういうところで力の発揮ができるピッチャーなんじゃないの。あ、そうだ。お、変わりますか。え、やっぱ厳しい。DeNA に最下位にしようかな。ここに来て変えますか、また。ファイナルアンサー。やっぱ10人外国人が揃わんで2ヶ月とか1ヶ月半とか、やっぱ外国人頼みのチームやし、抜けてるしね、うん、ここが結構レギュラーは安定してるけど、ビシエドの栄光が結構、こことここはよ、うん、これです、ファイナルアンサーですファイナルアンサーです。負け出したら矢野監督にLINE入れよ頼むわ